しんでタイミングを取るよ。ちゃんとバランスを気にして、バランスの重心をこうつま先とかかとで取るようにしてください。あとは全身でアクセントを振る、これを気にしてください。じゃあ次に2つ目に、ホースという動きをやります。これは、まず馬に乗ってるっていう意味なんですけど、リズムがホースで、馬ってこう乗りますよね。こうでダウンをまず取りますね。ダウンのリズムをまずキープしてください。これ足と膝柔らかくして、足首と膝を、これであと前後の動きをアクセントで、膝が曲がるダウンの時にこのいいポジションを覚えてください。これが前後で前に行くから、これ反対側で上を行く時にこうアップした時にダウンアップでこう前に行きます。前後ろ、だから下だけの動きじゃなくて、これに前後の動きを自分のバランスを覚えてください。これをタイミングカウントでやると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、これを音に合わせてカウントでやりましょう。前とダウンと後ろ両方気にしてください。前後で、はい、今のホースのリズムにこれを慣れてくると、膝のバランスをサイドにかけれるようになるので、これで足踏みをまず覚えてください。さっきのリズムが足踏みの途端に消えないように、この一番単純なリズムをまず消えないように、これで足踏みをまず覚えてください。じゃあ自然に手が触れるようになるので、硬くならないように膝が抜ける、このポジションを覚えるようにしてください。シングルでやります。ダウンでずっと足踏みですね。はい、これをカウント音に合わせてやりましょう。手を振るのをキープしてください。前後ろをずっと気にして、ダウンで大きく前後、はい、今の足踏みのステップに今度アクセントをシングルとダブル、シングルとダブルを右ダブル、これ休めのタイミングでダブル、手も大きくアクセントを取って、大事なのは最初のタイミングのホースを忘れないように、前前、このタイミングに乗るように全体のバランスをこれさばいてください。これを音に合わせるとこうなります。キープしてください。ダブル、
これ最初にやったステップにこう似てるでしょ。これチェイスっていうステップで、これを激しくするといろんなアレンジになるので、まず1個ずつリズムを重ねるようにして覚えていってください。じゃあ3つ目に、ボックスっていうステップをやります。これは、ソウルダンスのフリークっていうステップのタイミングと同じで、右サイド左サイド移動の時に体重を右にかける、これスキップする感じで戻る、そうですね、この戻りのタイミングが同じです。このタイミングを音でやるとカウントですね、こうタイミングでダウン、このステップの、同じタイミングの取り方で、まず左足から前に出て、さっきのスキップをここで出て右足で引きます。引いた時に左足から送る、スキップで送る、でカウントで1番スリーフォーワンツースリーフォー、左出て右で引く、はい、これを音でやってみましょう。手をちゃんと振るのを忘れないように、手をちゃんとアクセントで切り替えてください。次に、同じタイミングで右の方に行きます。左足で右の方に行って背中に膨らんで、次の右足で後ろに向く、左足でサイドに膨らんで右足で元に戻る、カウントでいくとワンツー後ろサイド戻る、ワンエイトで戻ってくるようにします。これを音でやってみましょう。で後ろ戻る。次4つ目に3ステップというステップやります。これは、右にまずキックを入れたら左が軸になって、軸をまず変えて、その軸で2度足ダブルでキックします。スイッチは蹴って軸を入れ替えて軸が2度蹴り、これを左右でスイッチをすると1、2、3、サイドに3つの音がするでしょ、トントントン、これを、これサイドとあと縦は前に軸を入れ替えて、この軸で2度足、右左キックキック入れ替え、これ前後の動きで同じタイミングの取り方です。これを音に合わせてやってみましょう。あとはもう一個、三つ目がタイトにして、膝と足首をまあ揃えて両足でつま先をバランスで左右に振ります。これも三つのタイミングを切るようにして、この間にダブルで休めのタイミングを1、2、3、安、足と腰を柔らかくして、あとは 全体を、ね、体重をかけるように流してください。流れるように
これを音でやってみましょう。3つで切ってください。柔らかくしてバランスを気にしてください。はい、4つ目にこのアップで全体を取ります。膝も腰もアップして全身のアクセントを、斜め上の方にねじってタイミングを、こっちは肩も入れてすくい上げるようにしてアップのアクセントで、1、2、3、3のアクセントを上に跳ね上げて、これでサイドの間を休み休み、ワンツー休み、ワンアップで膝を腰をすくい上げてください。これを音でやりましょう。すくい上げて、肩もちゃんと腰をバランスのいいところでねじってアクセントを入れるようにしてください。はい、タイミングは今のは上でアクセントをつけるように、上も下も両方効いて、アクセントで、遊ぶように心がけてください。多分一番見てくれは派手やし頑張ったらすごいってみんなに言われるなりますけど、確実に髪の毛は薄くなります。なりますなります。でもまあそんなん気にせずやってください。あとはやっぱ怪我の多いジャンルやと思うんで、その辺を気ぃつけて筋トレするなり柔軟運動するなりっていうので体を作って、基礎的なところからやっていってくださいっていうことですね。はい、ほんならまず1個目いきたいと思います。はい、足を回すやつなんですけども、はい、ほんなら行って、トロちゃん行っていきなり来たな。はい、まずこれは、はい、足を回すだけなんですけど、これが一番基本になると思ってください。はい、1回ちょっと回してください。はい、はい、こう回します。で、回すときに重要なのはここで飛び越えるときに縄跳びを飛び越えるように先にもう飛んでしまいます。よっついてる足、こっちの足で、はい、でこれでこう回していきます。はよ、はい、よーよー言ってますけど、はよ、はい、ほんならこれは右を回してるんで当然これは左も回さなければいけません。はい、ほんな左を回してください。やるときは一緒です。はい、でこれは今前回しなんですけども後ろ回しもあります。で、回すときは一回ここでかけて、でここから後ろに回してっていう風に、はい、ほんならこれ逆の足もあるんで逆の足も、はい、後ろ回しという風にやってください。で、重要なのはこれ上半身のバランスが足と頭が逆になるように、こうで頭がこっちで足がこっちっていう。ほんなら曲に合わせて、これを連続でやってみたいと思います。ほんなら曲どうぞ。